ジョージでニック・ウィックは、アメリカ合衆国の実業家、ヤングスタウンシートチューブ社の創業者である。タイタニック号に当選客として乗船していたが、銅船の沈没事故により、犠牲となった。ウィックは1854年2月19日に、アメリカ合衆国オハイオ州のヤングスタウンで、銀行家の父、ポール・ウィックと、その妻スーザン・アビゲールブルの間に生まれた。 19世紀のヤングスタウンは炭鉱業や製鉄業の中心地であったため基地に富んだ実業家であるウィックは後にアメリカ鉄鋼協会の重役を務めることになるジェームズ・アンソン・キャンベルと共にいくつかの陶器的事業を立ち上げている。1895年、ウィックとキャンベルはウィックを社長にしてマホニングバレー鉄鋼会社を創業した。5年後、 リパブリックアイアンスチール社との吸収合併により二人は退社し新たな事業を開始した。世紀の変わり目を境にヤングスタウンの産業はそれまでの製鉄から成功へと転換していき、この流れは地域産業を国内企業の手に委ねる統合の兆しでもあった。1901年設立の鉄鋼最大手 US スチールによってヤングスタウンの有力企業だった。 ナショナルスチールも吸収されている。しかしその前年、ウィックとキャンベルは、都市の製造業で所有権を維持したいと考えていた、地元の投資家とともに、鉄鋼資源の共同出資に踏み切った。このグループは60万ドルの資本金を元手にヤング、スタウンシートチューブ社を創業し、国内最大手の鉄鋼会社の一つへと育て上げた。1900年創業のヤングスタウンシート 中部社の社長に就任したウィックは、自身の秘書にキャンベルを指名している。2年後、キャンベルは副社長に、そして1904年には社長に就任した。この頃ウィックは健康面の問題で長期間仕事から遠ざかっていたが、亡くなる数年前に復帰を果たしている。サウサンプトン出港直後のタイタニック号ウィックは、健康回復のため、1912年に、 ヨーロッパ旅行を行うことにした。この旅行には、妻のマリー・ヒッチコック・ウィック、娘のマリー・ナタリー・ウィック、いとこのキャロライン・ボンネルとキャロラインのイギリスのおばであるエリザベス・ボンネルが同行した。4月10日、サウサンプトンに向かった、ウィックたちは帰国のため豪華客船タイタニックに乗船した。サウサンプトンからニューヨークを結ぶ、この船には2224人の乗員乗客が、 乗り込んでいた。4月14日の午後11時40分、北、大西洋を航行中だったタイタニック号の見張りが、船の前方に物体を発見し、異変を知らせる鐘を鳴らした。タイタニック号は直ちに進路を変更したが間に合わず、氷山が船底の隔壁と暗局部を引き裂いた。乗客の避難が始まると、ウィックたちも、甲板へ上がった。 妻子や親族を救命ボートに乗せた後、彼は沈みつつある船の甲板で手を振りながら、彼女たちを見送ったが、それが彼の最後の姿となった。タイタニック号を最初に離れた救命ボートの一層に、乗船していたキャロライン・ボンネルは、後に記者に対し以下のように事故を振り返っている、大きな波がありました。でも海は、静かだったので、私は何があったのか船員に尋ねました。 そうしたら彼は、タイタニックは、沈んでしまった。と言ったのです。ウィックの遺体は最後まで発見されなかった。ジョージでニック・ウィックの訃報は、ヤングスタウンにも伝えられた。ヤングスタウンの姿勢は、彼の死を痛み、1912年4月24日午前11時から5分間、企業や学校、工場で黙祷が捧げられた。その間、死の長老派協会にあった、 ウィックの家族の新都籍は縄で囲われ、四季は半季にして掲げられていた。ヤングスタウンの奥昼墓地には彼の記念碑が建納されている。ウィックが組織を支えた鉄鋼会社は長年にわたって繁栄した。1923年、ヤングスタウンシートチューブ社はシカゴで工場を買い取り、その生産力は国内の約3分の1を占めるまでに成長した。 1960年代の不況の際には、イリノイ州やインディアナ州の新工場で得られた利益を回して、ヤングスタウン社の運営を改善しようとしている。しかし奮闘虚しく、ニューオーリンズを拠点とするライクスコーポレーションによって、ヤングスタウン社は買収され、1970年代には、ヤングスタウンにあった製鉄工場が閉鎖された。ありがとうございます。